はい、今日は笑うと何がいいかっていうと有酸素運動になるっていうことなんですね。運動が苦手、続けるの無理無理っていう人でも笑うことで自然に息を吐いて新しい酸素をたくさん取り入れることができます。3分間の大笑いで10分間のジョギングと同じ有酸素運動に当たります。あなたはどちらがいいですか？一緒に大笑いしてみましょう。